コミュニティバスは、兵庫県辰野市内で運行している、コミュニティバス。市長合併前の旧辰野市、新宮町、伊保川町、水戸町で運行されていた5種類のコミュニティバスを、引き継いだ総称であり、運行は、ウエスト新規に委託されている。2017年1月から4月にかけて、運行ルートが激減し、下記のように地域の隅々まで走っていたが、 伊ボ川沿いを南北に走る、ハリマ新宮駅本立の駅立の駅、新し舞古僧のルートだけになった。時刻表、路線図新宮総合センターハリマ新宮駅、東橋先南立の東中学校前、本立の駅、T1 兵庫県立の庁舎前市役所前、T2 日山経由、T3 発立センター市役所前、野田橋伊ボ川総合支所立の駅前、 河内中央市民病院水戸文化センター水戸、小学校前、新しまいこそ南北連結コミュニティバス、桜。辰野地域、コミュニティバス、赤とんぼ新宮地域、コミュニティバス、我が湯いぼ川地域コミュニティバス、あやい水戸地域、コミュニティバス、ループライン丸新宮地域、コミュニティバス、我が湯水戸地域、コミュニティバス、ループライン丸2017年1月10日から、 新宮地域、水戸地域で4月3日からは、辰野市全域で運行開始。コミュニティバスとは違い、利用できるのは、辰野市民限定で市役所へ個人情報を登録し、予約制で一乗車400円となり、交通状況が悪化した面、増便し、従来のバス停のほか公共施設などにも行ってくれるため、良い面もある。市民乗り合いタクシー。 かねちゃん、タ野氏、2017年8月23日閲覧、ありがとうございます。